はい、レオンチャンネルです。2021年4月3日の仮面ライダー50周年の日に3つのプロジェクトが発表ってことで、フート探偵仮面ライダーブラック3と来て、そして3つ目19時半の発表を待たずして、ちょっとすごいのが来ちゃったから動画思わず撮っちゃった。何かっていうとこれ、仮面ライダー生誕50周年記念商品、50年後の少年君たちへ、で、まさかの、まさかの、まさかの CSM 台風1号の変身ベルトの台風が、僕これもしかして来るんじゃないかっていう風に結構動画で言ってますよ。要は CS 版は昔発売したから、 CSM 版本郷たけしのボイス入りが50周年のタイミングで来ちゃうんじゃないみたいな話から、制作決定、詳細はまだまだって感じかな。普段だと何月何日に詳細発表みたいな、そういうのがありますけど、ページとしてはこれで終わりだもんね。でもすごい、19時半にこの情報が来るかと思った。でもなんか僕の動画のコメント欄だと、なんか今回のプロジェクト発表はおもちゃに関連することじゃなくて、映像作品だったりそういうことに関連する発表らしいですよっていうコメントがあって、そうなんだと思って、で実際おもちゃ発表なかったんですよ。まあ、フート探偵アニメ化ってすごいですね。ふわ、そう、フート探偵アニメ化フート探偵集めてる、最近発売した10巻も買った、めちゃくちゃ面白いぞ。もうね、そう、めちゃくちゃ面白い。フート探偵もね、あの、アニメ化するんですよ。やばくないですか？フード探偵アニメ化。めっちゃ楽しみなんだけど。声優さんどうなる？声優さん。この間のあの、現場のフィリップと翔太郎の声優さんも良かったけど。で、そうそう、で、第2弾、それが朝8時に発表されて、で、第2弾が、その10時に発表がありますよって言って、それが仮面ライダーブラック3って言って、仮面ライダーブラックのリブート作品、要はまあ、リメイク的な感じ。まあでも、リブートだからどうなんだろう。アマゾンからのアマゾンズみたいな、そこまでガバッと変えるのかどうかわかりませんけど、以前のそのちびっこ向け、まあ、ちびっこ向けっていうには内容が結構ハードめでしたけど、ちびっこ向けから、もう大人向きにガバッとね、路線を変えて、仮面ライダーブラックさんっていうのがね、やるんだけど、本当に動画のコメント通り、映像作品に関する発表なんだなぁと思って、とはいえ、おもちゃなんか来るんじゃないの ?19 時半みたいな風に思ったら、19時半待たずして、CSM 変身ベルト台風作りますよみたいな。で、若き日の本郷たけし、そして仮面ライダー1号ってことは、魂のボイスを入れまくる、やばい1号ベルトが出てくるってことね。本当にね、現状これしか情報来てませんので、とりあえず CSM 化ほんと嬉しい。それが急遽来ちゃったんで、動画撮っちゃったんだけど、ほら、フート探偵見てみる？すごくない？フート探偵アニメ化。フート探偵って仮面ライダーダブルの最終回のその後が描かれてる漫画なんだけど、原作っていうか脚本自体が漫画の三条陸さんがそのまま、ダブルの脚本をやった三条陸さんがそのままスライドしてますので、要は本物の仮面ライダーダブルなんですよ。で、結構本編で、あ、それやってなかったよね、あれやってなかったよね、とか、成長、能力的に成長した、翔太郎だから変身できる、ファング関連の新たな変身があったりとか、メインの新キャラが一人増えるんだけど、トキメっていうヒロインが出てきて、それが三人主人公になるんですよ。要はこれまでは、翔太郎フィリップが主人公で、それを、アキコ所長がサポートするみたいな構図だったんだけど、で、2号ライダーのテリー・リュウがいて、およそその構図は変わってないんだけど、そこにトキメっていう新キャラが入って、メイン3人になるんだけど、このね、新キャラがすんごいいいんすよ。全然異物感がないというか、またトキメ関連で、これ言っちゃダメなのか。そう。あのね、すげえいいから。これはめっちゃ楽しみ。ただ、来年の夏なんすよね。で、トキメだいぶ色っぽいキャラなので、まあ、深夜アニメなのか TTFC 配信なのかどうなるかわかりませんけど、普通に昼間夕方やるみたいなのはちょっとできないのかな。エッチい感じだしね、ときめが。これはね、もうね、まるっと原作通りにやってほしいな。あの、ネットフリでさ、漫画版ウルトラマンがアニメ化されたじゃん。あれが結構原作と違って重要なキャラが出てこなかったりするので、もう今回はがっつり原作通りには変な風に短縮せずに、原作があまりに完成度が高いので、そのままやってほしいな。で、さらに仮面ライダー、ブラックさん。白石監督が描くダークヒーローの物語。
仮面ライダー生誕50周年を記念して仮面ライダーシリーズの中でも金字塔作品といえる仮面ライダーブラックを名称白石和也監督指揮の元仮面ライダーブラックさんとして新たに制作することが決定いたしました。本シリーズは2022年春スタート予定です。ですってほら、黒木戦士仮面ライダーブラックが大人向け作品として復活ってことは、これに関連してベルトが出たりとかアマゾンズみたいにそういうのも同時進行していくってことですよね。まあ、リボルケイン出たし、サタンサーベル出たし、その前にあれかな、じゃあ、この映画がやる前に、CSM のブラックのベルトが出たり、かな、鉄尾さんボイス、そこでどうなるかってところだけど、現状。で、ブラックさんはブラックさんでまた、ちょっとアレンジした新ベルトとか、そういうのを想像しちゃうなぁ。ってことで、ある意味また僕の CSM 予想当たりましたけど、仮面ライダー1号の変身ベルトの台風発売しますよっていう情報来てますので、続報待ちましょう。あと19時半、どうなる？以上、レオンチャンネルでした。